当初李三平の比理三平は、朝鮮出身の投稿で、有田焼の生みの親として知られている。日本名は、神奈川三平。現在も、直系の子孫が、作党活動などを行い、14代まで続いている。なお、李三平の名は、当時、三平を、三平と表記した資料があること、金が光家に伝わる、古文書に、李氏と記載があったことなどから、 明治19年になって、地元の蘭学者、谷口蘭伝が名付けたものであり、三平が、朝鮮で暮らしていた頃の本当の生命はわからない。朝鮮中世道近郊出身、神奈川への姓はこれに由来する。1592年から1598年の文、文禄慶長の役で、有田を含む非全国の実質的な領主であった、鍋島直重により、 日本に連行された。その後、東高たちを連れ帰った鍋島が、李三平が、養業に従事していたことを知り、重心拓也須順のもで1599年から陶器を始めたとされる。始めた区家領内の西高来谷に住み、後に支度、藤の川内に移りながら、陶器の生産を行った。しかし、その当時日本国内の需要が高かった。 中国系特地によの白い磁器には及ばず、生産に適した白磁石を求めて、鍋島領内の唐津焼きを作っている釜を頼りに、点々とする。最後に、有田西部地区の乱橋にたどり着き、上り釜を蓄養した。そこで陶器と磁器を同時に焼いた形跡が残っており、陶工たちが研究を重ねたことがわかる。その後、良質で大量の白磁石、 泉山磁石を発見し、1616 16年に天狗国用の地で日本初の白磁器を産業として創業した。これが有田焼の起こりである、という。有田の流泉寺の過去帳には、明暦元年8月11日没、開名、月相上神古事と記されている。李三平の墓所は長らく忘れ去られていたが、1959年に、 天狗国洋付近で戒名を刻んだ墓石が上半分を書いた形で発見された。現在は、墓石は白川墓地に移され、李三平の墓として、有田町指定史跡となっている。李三平は、有田の東祖と称される。有田の宗鎮守とされる、津山神社では、王神天皇、藩祖、鍋島直重とともに、東祖、李三平を祭神とする。 1917年には、有田焼創業300年を記念し、津山神社に、東総理三平碑が建立された。陶器士開催に合わせ、毎年5月4日には、東総祭が行われ、一般席も一部用意されている。2005年7月、李三平の碑文に書かれている、1592年、豊臣秀吉の文録の役当時、 李三平は日本に協力的だったという文句について、韓国政府が抗議し、李三平は1592年、豊臣秀吉が朝鮮に出兵した時、鍋島軍に捕らえられ、道案内などの協力を命令されたと推定されるに、修正された。有田焼の発祥については、考古学的な調査から1610年代前半から、有田の西部で、 次期試作、作刀が始められていることが分かった。しかしながら、有田焼の生産と、その発展には、李三平をはじめとする朝鮮出身投稿が、大きな役割を果たしたことは確かである。天狗国用で産業としての創業が始まった1616 16年を起点に、2016年には、日本時期誕生、有田焼創業400周年が開催された。ありがとうございます。